こ焼き始めたのは小学校2年生の秋口ですか、はい、まあ3年生になるかならないかぐらいの時ですかね。小学校の時は、まあ、土日が基本的にその、まあ、野球の練習だったり試合があったりっていう感じだったので、僕はリトルリーグ所属してたんでそういう感じでしたけど、その地元の少年野球団みたいなところには入ってなかったので、平日はまあ普通に遊んだりとか、あとはまあ週2ぐらいで多分5年生とか6年生ぐらいまでスイミングしてたので、まあ、その練習があったりとかっていう感じですかね。スイミングはそうですね9時ぐらいに寝てましたね。